60合体を片っ飛び立つ。ウルトラ兄弟たちのパワーがタローに集まり、これを全て受け取ったタローは自分の必殺技ウルトラダイナマイトを発動させた。ダークヒラーの暗黒オーラ攻撃をかいくぐったタローはついにダークヒラー本体を捕らえた。ダークヒラーは容赦ない攻撃を浴びせる。タローはそれに対しエネルギーを高め続けた。その強大なパワーはタロー自らの体をも破壊していった。自らの身を犠牲にして正義を貫くタローを見ウルトラダークヒラーは自分の心に何か別の感情が生まれるのを感じた。